はい、録画開始した。本日紹介するゲームはこちらのゲームになります。はい、というわけで、本日紹介するゲームはこちら、ウルトラファイターキャンタ2になります。格闘ゲームです。格闘ゲームのようなものです。音とかどう？ちょっと大きい音を通すけど、あ、さっきからあれだ、ディスコードが立ち上がってるから、ディスコードを通すなんじゃ。 OKOK、 よし。もしかしたら、もしかしたら僕が思ってるより音が大きいかもしれない。ちょっと一段階落とすか。よし、落とした。こちらのキャッター2は例えば一応で、無料で配布しているっていう格闘ゲームの方になってます。いろいろとその無料格闘ゲームっていうのは結構たくさん、たくさんってわけじゃないんだけど、結構あるもんでして、ヨーヨー元気にしそうだし、格闘クラブにしそうだし、割と、すごいあのクオリティののが、出てるところでございます。それでその中でもそのすごいクオリティの方向のすごいの方向があの、すごいことになっているのがこちらキャンタ2になっているところでございます。名前だけ確か聞いたことがあると思う。というのも僕がさっきキャンタ2の話をずっとしてるからっていうのがありますね。どういう経緯でしたのかっていうと、えないなり、今でいうとそのあれだ、ヤタガラスのエボチャンクの、鳴上さんをはじめ、鳴上さん周辺かな、メニオさんなり鳴上さんがやってるっていうところで、その辺で、鳴上さんなり、メニオさんのツイッター経由で、こちらのゲームタイトルを、知ってですね、で実際の対戦見るとすげえ熱いことやってるなっていう形で、なんかのしげしげと眺めてたところでございます。でいろいろとこのゲーム の, その特徴的な部分が結構あるので、それを紹介できたらなと思って、本日は、こちらのゲームを紹介する運びになりました。じゃあとりあえずあの格闘ゲームなんで、トレーニングモードから早速操作系に関して説明をしていきましょう。BGM なり SE に関してちょっと一風変わったの、結構味があるあの BGM 使ってます。どうだろう、結構音大きいかなこれ。まあ、これでいこう。基本的に格闘ゲームっぽく、動きます。前に歩いたり後ろに下がったり、ダッシュなり爆性がないってくらいかな。あとまあジャンプがあるって形かな。で技は、弱パンチと、弱攻撃と強攻撃で、特徴的なのが必殺技なんですけど、必殺技がワンボタン出ます。あのコマンドいりませんこのゲーム。ニュートラル状態で必殺技ボタンを押すとキャンタロー砲が出ます。で下を下入れながら必殺技ボタンを押すと、あの3ヒットしないと相手がダウンしないっていうクソみたいな昇竜拳が出ます。マジこの昇竜拳作ったら出てこい。で空中で必殺技ボタンを押すと空中で波動拳が出ますっていう形で、全くコマンドを使わないゲームなんですよこのゲーム。
まあ、あのアルカラのシンプルモードだと思っていただければいいでしょう。アルカのシンプルモードで、この割とクソ速いあのキンターズというか、どちらかっていうとあのスーファイ版のストリートファイター2ターボの、スピード中でやってるような感じのスピードでプレイをするということになってます。今これ空中必殺技っぽく見えるんですけど、これ空中で大ボタンを大攻撃ボタンを押すだけで空中立つのが見えるんですよ、このゲーム。あとは一部のキャラクターは、ニュートラル状態の、大攻撃にレバ入れがあるっていうぐらいですかね。というわけで必殺技ボタンを全く使わずに遊べる格闘ゲームの方があってます。一応ね、下にゲージがある通り必殺技、超必殺技が、ありまして、 EX 必殺技ボタンを押すとゲージ3分のゲージの半分を使って、発生無敵の EX 必殺技が出ます。ボメラニアンアッパーに関しては EX だとそれなりに使えるっちゃ使えるんだけど、一発ヒットしてもダウンするしね。ノーマルだとカスヒットするとてか3発目が当たんないとダウンしないっていう、結構地上では使えないって感じになってるんですね。あくまで対空用って感じですかね。まあ、対空用といってもこのゲームワンボタンで波動拳出て、しかも戻りすげえ速くて、はい、キャンタロウ砲ずっと連打しててこれコマンド入れてるわけじゃなくて、ただ単純にボタン連打してるだけなんですけどね。相手取るのを見たらポメラニアンアッパーで撃ち落とすっていう風な波動処理が簡単できるっていう風なゲームになってます。あと一部の攻撃に関しては空中での軌道が変わるっていう、なのでボタンはシンプルながら一応空中での軌道を変えたり、これとか奈落ですね奈落空中での軌道が変わったりって形で、必要最低限しかないんだけど、必要最低限欲しいものは全部揃ってるって格闘ゲームになってるんですね。近距離で、大攻撃を押すと投げが出るって形かな。でお互いに投げが成立してたら、投げ返しかな、投げ発生フレームで、自分も投げを入力してたら、グラップができるって形で、操作そのものは簡単なんだけど、一通り最低限のものは、最低限で必要十分のものは揃ってるって格闘ゲームになってます。であと調出ボタンね、調出もあるよ。こんな感じで調出またアホみたいに変ね、このゲーム。でキャラクターはこれだけたくさんいて、基本的に3人でプレイするか2人でプレイするか1人でプレイするか、これの違いに関しては、まあ、3人プレイで勝っても体力回復するっていうわけじゃないので、1キャラしか使えないんだったら、1人でも全然大丈夫っていう形になってますね。で操作そのものは結構簡単なんだけど、割とコンボが厚いと言っても、コンボが厚いって言っても地上でジャックから強がつながるっていう風な感じの厚さはないんだけど、相手を空中に行かせるタイプの、流れから結構えげつないことができる。こんな感じで千尋なんかで言うと投げの後、このゲーム画面端の忍の火力が上がるんで要注意。こんな感じで浮いた相手に対しては、そのなんていうか、浮いた人間に人権はねえっていうぐらいまでコンボが入るっていうゲームになってます特に画面端だとコンボが伸びる。
画面中央だとそんなに伸びないんですよね。で、特徴的なシステムとしてはこの衝突判定がないんですよ、このゲーム。なので相手の起き上がりに対してその表裏卓が簡単に仕掛けられるっていう作りになってます。ただあの移動起き上がりがあるので表裏卓仕掛けられそうだったら移動起き上がりをすればいいんですけど、一部のキャラクター、まあ、具体的な千尋なんかで言うと、あの衝突判定がないもんだから突進技を出すすり抜けて表裏卓が迫れるっていう風なキャラクターも一部はいます。体力ゲージ、このゲージのところにある上のこの数字なんですけど、1人だったら180、3人だったら540って形で、あのそんなに差異はない。だいたい3人合わせてあの1人と体力が変わらないっていうのは作りになってて、勝っても別に体力回復するってわけじゃないから、まあ、3人使いたいんだったら3人使っていいし、1人でいいっていうんだったら1人を使えばいいっていうような形になってます。まあ、もちろん体力回復した方が戦略的に面白いんじゃねっていう風にあるかもしれないんだけど、それだともう3人使うのが鉄板になっちゃうので、あれだ、カプコン VS SNK みたいな形であの3人なり、とにかく数使うのが基本っていう風な戦略になっちゃうから、その部分もなくし、体力勝った後体力回復もなくし、その辺も考えなくていいっていうのは作りにした形になってますね。3人いた方がいい理由としては、あの組み合わせっていうかあのキャラかぶせが発生しやすいゲームなんでこの辺の、まあ、キャンタなりギャンタなり、オールラウンドに戦えるキャラクター見たら、千尋みたいに大パンガードさせたら投げ確定するっていうキャラクターもいて、でも7つみたいな感じで完全にもう全盛期のアノニムが全盛期のアノニムもびっくりするぐらいの、玉キャラもいてって形なんで、この辺で組み合わせがどうしてもキャラかぶせが発生するので、3人なり2人いた方がこういうのに対応しやすいっていうのがありますね。まあ、たまたまオールラウンダーなり、オールラウンダー玉みたいな形で、組むんじゃなくて、その玉オールラウンダー玉みたいな形で、交互に組めば、まあある程度キャラかぶせにも自分が後でかぶせ返せるっていう風な強みがあります。あとこのゲーム死ぬほど中断早いんで。ちなみにこのピカピカ光ってる EX は全部腕きついてるからこのゲームなので、まあたくさん使えた方がもちろんあの一方的に相手をあのキャラかぶせで殺せるっていう形になるから結構有利っていうのだけ覚えてもらっていいかなと。でキャラクターセットするときのこの6種類もあるので、さらにこれがややこしくはないか、これでさらに味をつけるって形かな。スタミナだと、ヘルスが 1.5倍、スピードだと移動能力がアップむちゃくちゃ白なゲームなんです、このゲーム。あの波動拳コマンドさえあのなかったら何やってもいいっていうぐらいまで結構あの割とそのエッジが立ってるゲームになってる。でスーパーだと超必殺技が使えないっていう代わりに、スタミナとスピードどっちも受けれるっていうタイプ。まあこのゲーム EX 必殺技が、無敵ついてるのもあるし、 EX 必殺技で相手が浮いた後にコンボを入れれるっていう、画面端ならコンボが空中コンボで拾い直せるっていう形があるから、特に超必殺技の単体火力に
頼るっていうケースは別にいらないっていうキャラクター結構いる。そうです、スーパーは結構多い。消費が死ぬほど強いっていうキャラクターはスタミナっていうのも結構多いかな。スピードは今とこゴミです。超必殺技タイプは前に歩くとゲージが回復します。でこう間は、いわゆるあれですね、なんだあれだ、キンターズ14の発動状態みたいな形で EX 技がゲージ中にいくらでも使えるっていうキャラクターで、アブノーマルは、ガードができない代わりにダメージ与えるとヒットポイントと EX ゲージが増えるっていう風な、アブノーマルは今とか使ってるところ見たことないな。超必殺技は2種類から選ぶって形になってます。ゴーキャンター4か、犬猫天国キャラクターの熟練度が低いうちは、スーパーでやって、で一部のキャラクター例えば、ギャンタみたいにコッパンから瞬間殺すが確定するキャラクターなんかに言うと、そうスタミナを選んで超必殺のでぶっ潰すっていうような形でもいいかなと思う。まあ、スーパータイプでも結局ところ EX 必殺技は使えるので、いわゆるこの豪気に当たるギャンタも微妙にキャンと違って空中で浮き直しが発生しないから、これで素早く攻めれるってある。弾で近寄ってたらコパン確定させてその後瞬間殺入れるっていうかクソみたいなキャラクターです。なので必殺技のコマンドがないっていうだけで、あと何やってもいいって感じで作ってるってすごいエッジの立ったゲームになってます。これも確定だしね。よかもギャンタギャンタぶっ飛びスパイクソミカラシャアンナミシュリアチキロンダンダン。タイトルに戻って、じゃあ具体的に、ゲームをしてる状態のところを、聞いたいでいろいろと感じていただきましょう。ギャンタスタミナで今のところ千尋スーパーで、ここ最近悩んでるのはぶっ飛びなんだけど、本当はマスクド・ミシェルにしたいなっていう形で考えてる。今のところぶっ飛びだけど、このゲーム最強だ、なんか褒めまくる、これはなんだ全能操作プロパガンダかもしれないが、したかんだって言いづらいの。このゲームブロッキングがあります。レバー前に入れてブロッキングします。あー死んだ。減った。あー死んだ。よかもギャンタギャンタ。
よかもキャンタこのカットイラストが濃すぎてさ結構癖になるんだよねかんない今の俺のぶっ飛びの使い方多分半音いらんなこれまずい。だってコマンドこそないもののこのゲームスピード結構あれ下じゃないの？あれ下じゃないの？これ。ここで拾えないんだ。こんなもんだな。床を雑巾で拭け。うそやろこれ。あんな浮き確認してから EX ヒラーナス無理やろこれ。あーミスだ。あータイランドパニッシュタイランドパニッシュそうそうこれがウルツーですよ。これ必殺技コマンドがないゲームっていうふうに文字で書くとそれっぽく見えないんだけど、あちなみにこれは赤風呂できますこのゲーム。ゴッドバイク
大パンチ先端ガードであのゴブっていうか角半が取れないもらえないとかいう形で結構いろいろと、まあ、ゲームスピードも速いのもあるしいろいろとでのただ単純にボタンがじゃあ必殺技がコマンドがないっていうだけじゃかなりいろんなところでそれにふさわしい調整が出されてる。全体的にゲームスピードが速いっていうのを言ったらあのちゃんとボタンを押せるかどうかっていう勝負を競い合うっていう作りになってるし、コマンドがない分その分ちゃんとボタンを押して反応してくださいねっていう。痛い。あ、薄い。遅かった。ドンセフィール。そういうことだ。ギャンタが超かっこいい。キャンタも好きなんですけどね。一服させてもらうぜ。そろそろ中ボスあたりかな。結構難易度が高いね。おい全然近寄れへん近寄れへん。あきついきつい。とまあご覧いただきました通り恐ろしいほどゲームスピードが速いんでそれに対応できなくては死にます。一応あの空中ブロッキングなりブロッキングは8フレームって形であのだいたい ストリートファイター2セカンドぐらいまで有用があるのでそんなに難しいっていうもんじゃないんですけど、ただあのスピードで球が飛んでくるもんだからね。ただ単純に球持ちが強い。極端な例で言えばもう簡単で弾打ってるだけでかなり勝てます。てかまあそれが結構方法っていうかまあ言ったらあるもんを使えっていう割り切りができるっていうゲームではあるんですけどね。あと EX の弾が結構消えないとかいう風な、技を食らいすぎたり防具技をガードしすぎるとボコっていうゲージが溜まってきてこれがいっぱいになると、気絶します。こういう具合で
といった具合で、あの普通に波動拳打ってるだけでも死ぬほど強いゲームです。なんでまあ割とそのコマンドが入力できない人向けっていうゲームモードってあるじゃないですか。ブレイブルーにしてもそうし、アルカナにしてもそうなんだけど、キャンタは誰が使ってもコマンドがいらないっていうゲームなんだけど、その分ゲームスピードで釣り合いを取ってるっていう作りと取ってんだよね。まあ、もちろん攻めても十分強いんですけど、減った。なので相手を浮かせる技があったらそれだけ簡単に火力が伸びるっていう、この弱強必殺っていう形でボタンをタイミングよく押してチェーンコンボをつなげるタイプじゃなくてもタイミングで拾い直すっていう、あと入力系で特徴というと、このゲームそのボタンを押しっぱにしてたらあの技が出るようになる、ただこのゲームあのガードさせてから投げが確定するっていう状態が結構あるんですけど、それでも投げキャラが一方的に強い、まあ、確かに強いには強いんだけど、やっぱ一方的に強いってわけじゃないんだよね。あのこういったシューティングキャラクターがいくつかいるので、まあシューティングキャラって言ってもそう言ったらキャンタも一応シューティングキャラに入るけんね。ずっとやってた。結構ゲームスピードが速いからプレイしながら喋るっていうのはちょっとこのゲーム難しいですね。よ
かもキャンタキャンタフットウィッスパイクブレスソミカナシャアンナミシェルリアシヒロベルダンダラトドーコカーガチロブザラクトレオアクマロブチッカヨボイザトアクマテリカアクマテタトで、まあ、大体あのスピードでむちゃくちゃ速いんですけどこいつ大体あのスピードで必殺技なりがぶ中段なり下段がぶっ飛んでくるってゲームだから、まあ、相当なんかタイトなゲームではあるんだけど、あの技性のそのものもあのかなりぶっ壊れてるのが多くて、さっき、まあ、先ほどのキャンタにしてもキャンタロー法あのコマンドなしでボタンを押してるだけで相手を封殺できるぐらい弾出るっていうのがあるんだけど、月並みが相当おかしくて、この EX 技がこう画面振ってるだけでもうどうしようもなくなるっていう、ガードしたらガードしたらボコ溜まるし、当たったら当たったり浮くっていう風な、ジャンプ大攻撃もほとんど空中ダッシュみたいな軌道で攻撃判定振り回し飛んでくるってなバカみたいにキャラクターになってるあれ中断なこれも中断ですよあの前世紀のアークもびっくりぐらいの中断がすっ飛んでくるっていう、まあ、下段もこの性能なんですけどね、下段センター拾えるかなと思ったけどそうでもないな、まあ、相変わらず、まあ、案の定こういったぶっ壊れたが大量にあるっていうことだからもうあとは刺してくれっていうっていうタイプのゲームになってます。よかもギャンタギャンタぶっ飛びスパイクブリッソミカラシャアンナミシェルリアシヒロベルダンダラツドーコカーガチロブザラクトレオアズマロブチッカラボイザケアズマクリーキアズマデカトスカカンナマスクド。あとゲームの特色としてはそのガードしたあと数フレーム、まあ、6フレームぐらいだったかなは投げが、入らないっていう状態なんだけど、必殺技で投げを持っているキャラクターに関してはそれが、対象外になるって形になってます。あ、違った、これ2だった。2の方が画面端で火力が伸びるんだけど、これがガードしてても確定するっていう風な、投げキャラ投げキャラでこういった優位ジャンプ攻撃も確定するんですけどね。そしてそういった投げキャラクターがなぜか知らないけどフライングバルスのアタックで強力タックが迫れるっていうクソみたいなゲームになってる。まあ、必殺技ボタンっていう形でコマンドがないだけであってあとはもう何でもあるっていうのが結構やばいゲームになってる。大会動画見てたら、やっぱ上の方のプレイヤーはこの辺ぐらいか確か掴めるんだったかな、ゼロプレイで。大会動画を見てるとまあその案の定なんだけど、あのやっぱ上の方のプレイヤーだとブロッキングガンガンするんだよね。この EX サダ連打してるだけの相当相手濁るよね。よかもギャンタギャンタぶっ飛びスパイクブリッソミカラシャアンナミシェルレアというわけで、あのゲームスピードが速いことによってその必殺技コマンドがないっていう部分の格闘ゲーム性の損失っていうべきなんかな、格闘ゲーム性の
このゲーム最強だ、なんか褒めまくる。これは要素の一つであるコマンドミスっていうのを反応速度に置き換えたっていう形のゲームになってるっていうのはこのキャンタツの特徴になってるんだよね。それはあの相手の飛びを落とすっていうのもそうだし、あの EX 技であのごちゃらせたりに抜けるっていう、画面端から逃げるっていうのもそうだし、あとあの技が 空中の相手にヒットした時にそこからと空中コンボに移行できるかどうかっていうその確認の部分も、そのゲームスピードが速い分難しくなってるっていう作りになってるんだよね。なのでキャンタツコマンド技がないから簡単にできるよっていう、簡単にプレイはできるけどそう簡単にプレイできるんだよねこれの先ほど見てみたいな形であのキャンタでギャンタ使って一生波動拳と昇竜拳打ってるだけでも楽しめるっていう形の遊び方もできるし、そういうわけであのキャンタツの一番魅力としてはあのゲーム速度にあるとは僕は考えてます。でそのゲーム速度を合わせてただコマンドをなくした、コマンド差がないからゲーム速度を速くしたってわけで、ゲーム速度を速くして速くした分その分不具合があったからコマンドなくしたっていう形なんかもしない、どっちなんだろう。これ結構作ってる人もセンスが問われるっていう形のゲームだと思うよ、うん、で出来上がったものとしてはその必殺技ボタンがないと言っても全然あの優しいところがかえって難しくなってるっていうこの必殺技コマンドにしてもそうだし、まあ、ストリートファイター4でいうとこの目押しコンボ、まあ、そのゼロフレの目押しを毎回成功させる、エレナとかいう感じのねあの難しさの質があると思うんだけど、そういったコマンドミスっていうその人間だからこそ発生するっていう部分を、少なくしてその分ゲーム速度を速くして、対応を難しくしたっていう作りにしてるのが面白いなと、うん、で格闘ゲームってやっぱその一番難しいところって言うとやっぱ波動拳だと思うんだよ。波動拳コマンドっていうのがやっぱ最初に越えなくちゃいけない壁としてどうしてもあるんだけど、キャンタツはその波動拳コマンドがない、波動拳コマンドがないっていう、てか BGM が声入ってるから何を説明してくれないか分からなくなってるちょっと待ってね、ここからとりあえず抜けよう。というわけで先ほどの動きを見ていただいて分かりたいったかと思うんですけど、必殺技コマンドこそないとはいえどあの全然優しいゲームじゃないですこのゲームこのゲーム速度で遊べるってなかなかないとは思う、うん、もちろんその中下段の速さなら見えないっていう部分もあるんだけど、中下段以前にそれ以前にを仕掛けようにもそのそうだね、これほど弾が死ぬほど強いっていうゲームなかなかないよな、そう考えると。でまあ弾がくっそ速い分飛びをくっそ速いっていう形でまあゲームソフト全体速くなってるからってあるかもしれないね、そうなると、うん、なんでとにかくそのボタンを押すという部分に関してプリミティブに楽しみが詰まったゲームだと思う。ボタンを押してるのにあの技が出ないっていうことはまずないからね、ボタンを押せば技は出るから、その技が正解なのかどうかっていう部分を問うっていう形になってるでも元々、今でいうと、まあ、格闘ゲームっていう、ゲームジャンルがもう確立されてもう、10年以上経ってるわけなんだけど、このある前に、例えばカプコンなんかで言えば、ファイナルファイトなりそのナイツオブザラウンドなりでそういったベルトスクロールのアクションゲームがあって、でそれより前にそのプラットフォームアクション、スーパーマリオもそうだし、ロックマムシもそうだしっていう形で、なんだかんで言ってその当時ストリートファイター2が出た時でもその時のゲーム技術、まあ、ゲームやってる子供たちはもう十分コントローラーさばきに関しては、熟達してる人たちが多かったはずなんよ。まあ言ってしまったら
ドラクエ3とか、FF3 とかいう形のロールプレイングゲームでも、まあ魔法を選ぶときに絶対に、横と下の、コマンド入力があるはずなんで、そういった点では、目的の魔法に合わせてカーソルを合わせるっていう風な形でコマンド入力に関しては熟達はできてたっていう形になってるんだよね、うん、でその先に、コマンド入力っていうものが、あるっていう流れだから、一概にその格闘ゲームを教えるのに難しいって言われる部分 の、 その波動拳コマンドをどうやって入れるかっていう部分の前に、すでにそのアクションゲームなり他のゲームジャンルでそういった、コントローラーさばきのテクニックに関してはすでに熟達してるはずだったんよ。うん。なのでキャンタ2 の、 その必殺技コマンドがない分ゲームスピードを速くしたっていう部分に関してはどちらかというとアクションゲームに、寄せて作ったものになってるって形かな。どうしてもその格闘ゲーム、そうだ、格闘ゲーム単体で見るから、いろいろとその波動拳コマンドが出るか出ないかっていう部分で、どうやってその波動拳コマンドを入力させる方法を教えるかっていう形の話が、まあ、時折、まあ、今でもやっぱたまに出てくる。うん、こんだけ格闘ゲームっていうのがすごい認知されてる時代にもかかわらず、未だにやっぱその初心者向けっていう、その一言で、コマンド入力っていう部分がそのすごい注目されてるっていう形なんだけど、そのコマンド入力よりも前にやるゲームをたくさんあったはずだし、まあ、やるゲームってやってきたゲームがたくさんあったはずだし、なのでまずそのやってきたゲームからノウハウをどうやって引っ張ってくるかっていう部分を注目して作ったゲームっていう点でキャンタ2なかなか面白い出来だなと思う。普通のアクションゲームと同じ程度のそのゲームスピードだと思うんよ。格闘ゲームからしたら確かにすげえ速いんだけど、これが、まあ、ベルトスクロールアクション、まあ、特にそのスタイリッシュバトル系、まあ、コンボで、地上でコンボなんか当てて、打ち上げ技で浮かせて、で、その後、空中でコンボ入れるっていう感じのスタイリッシュバトルなりですね。別にアクションゲームといってもそのベルトスクロールなり、2D の、アクションゲームだけじゃなくて、例えば FPS なんかでも、あのぐらいのゲーム速度っていうのは普通にあるわけで、格闘ゲームからしたら確かにおかしいかもしれないけど、それで格闘ゲームならではのその、コマンド入力という部分を、取ったからこそ他のゲームジャンルのノウハウを使えるようにしたっていう部分が、いったその、キャンタスの魅力になってるとは僕は思ってます。まあ、もちろん格闘ゲームばっかりやってる人からすれば、このゲーム速度はなかなか、頭おかしいゲーム速度だし、なかなか頭おかしい技がたくさん飛んでくるっていう点ですごく魅力のあるゲームだと思います。なのでまあそうなんです、初心者向けっていう言い方、僕はだからこのゲームキャンタ2は初心者向けとはちょっと言えないなとは思う。うん、割とどちらかっていうと格ゲージャンキーが本当にもうなんか酒とばとか、ビーフジャーキーをつまみながら、なんか、ストロングゼロやってみたいな感じで遊ぶっていう風な形の味のある、この、宴会ゲームだけじゃないんだけど、酒飲んでやるっていうゲームでもないんだけどね、この、普通のその格闘ゲームを言ったら、その、朝9時に出勤、例えば、ストリートファイター5が、まあ、朝8時に出勤して、で、晩の、夕方の5時まで働く仕事だとしたら、まあ、これはその、ご飯終わった後に遊ぶ格闘ゲームって感じかな。いや、そうでもないな。それだと、キャンタ2ガチ勢も本当にガチでやってるもんな。なんか一日中キャンタ2してたとかいう風な人とかいてて、ああ、すげえってなってる。で、あと、その、キャンタ2その辺でその片手間に作ったってゲームじゃなくて、こういったストーリーモードっていうのもきっちりとついてたり、まあ、ストーリーモードの一発目がマサオ母乳を出すっていうかすごいストーリーなんだけどね。まあこちらのストーリーに関しては、ぜひともキャンダ2を、まあ、無料でダウンロードできますので、ダウンロードしていただいて実際に自分で味わっていただきたい。こういったストーリーモードで各キャラクターの相関を描く
のもあるし、あとは、トレーニングモード、まあ、ネット対戦もあるし、サバイバルモードもあるし、そして、ミッションモードって形で特殊なルール、例えば制限時間300秒以内に敵の体力をゼロにする、敵を倒すっていう風な、ゲームモード、まあ、他にもいろいろあるんだけどね、敵の体力が1500とかね、あと一番最後のミッションモードになると敵の体力が9999で自分の体力が1で足が遅くて時間制限なしでここで戦えっていう風なゲームとかあったりするよ。このミッションモードの BGM がすごくいいのよね。キャラ2 BGM 単体でも結構楽しいんだ、楽しいんだけど、これ画面と一致してるってのはすごいなと、うん、本当キャラ2確かにその絡みセルフさんっていう方が一人で作られてるんだけど、一人で作られてるゲームだからこそ、ビジュアルと BGM の位置なりどうこうに関してかなり気を使って作ってるっていうのが、僕は見て取れます。もちろん好みはあると思うけんね、ミッドチューンバリバリで、どちらっていうとそのテクノ調のミッドチューンバリバリのテクノ調の曲がたくさん並んでるっていう点で、まあ、僕はその辺のジャンルが好きだからってもあるけど。あとねボイスがね、あの微妙に、ね、この味があって、あリプレイデータが存在しませんっていう、なんかポップアップウィンドウができた、これを後で修正要望に当てなくちゃね。今更ですけど取説です、このような形ではあのコマンド技がないのよね、だいたいその必殺技と超必殺技ボタンと EX 技が同時押しって形になってるんだけど、まあボタンセレクトじゃなくてキーコンフィグで、同時押しも、ボタンに割り当てれるので、行ってしまったらその必殺技ボタンと EX 必殺技ボタンっていう形の設定もできるから、その辺でコマンドミスはほとんど発生しないものだと思っていただければ結構でしょう。攻撃を受ける瞬間に前なり下入力を、するとパーフェクトカード、これはブロッキングです、8フレーム猶予があるんで、ブロッキング失敗したら、再受け付けまで26フレームだったかな、あるって形です。空中ガードはないので空中で飛ぶときはブロッキングしましょう。あとは割と基本的には、まあ、ゲージを使って、強い技を出すっていう風な、オーソドックスな格闘ゲームなんだけど、ここだけね、要注意、ボコボコゲージ、あのガードをずっとしてるとボコボコゲージが溜まってでガードクラッシュが発生するんだけど、ガードクラッシュは死ぬほど長いです。で、ガード中にレバー前に入れるとパーフェクトガード、これがパーフェクトガード赤ブローは、1フレじゃなくて4フレって形、この赤ブローも結構狙いやすい、作りになってます。でこの赤ブローなんだけど、ブロッキングっていうのはほとんど今としてはその見られない現象として、やっぱそのレバーを前に入れるっていうガードを捨てることでガードするっていうシステムの、歪みの部分が、あるからブロッキングってやつは今なくなってる。どちらかっていうとガロー・マーク・オブ・ザ・ウルフのジャストガードなり、ジャストディフェンスなり、ギルティギアの、ジャストガード、まあ、北斗でもあるんですけどといった、レバーを、ガード方向に入れることの、ジャストディフェンス、あのジャストガードの方が主流になってる。これは言ったらガードする行動、ガードする方向にレバーを入れること、まあ、失敗してもガードになるっていう風な安心感はあるっていうところはありますね。なのでそちらの方が、システム的には、歪みがないんだけど、あえてこのブロッキングを入れてるっていう部分にこのキャンタツの作者の、ハラミセルフさんのこだわりを僕は強く感じます。なんだかんで言ってこのキャンタツってボタンを押すのが強いゲーム、もうボタンを押した子一等賞、ちゃんとボタンを押すやつが強いっていうゲームなのに、なのでだからこそ、たまたまガードしたらジャストが発生する、そして勝ったっていう風な、ボタンを押さないことによってボタンを押す押さない以外の要素で勝つっていう部分が入ってくるから、ジャストガードを捨てて、でその代わりブロッキング、言ったらそのブロッキングはもう
このゲームそのコマンド技がないってことはもうレバーを前に入れるってこと、相手を殺すか相手を殺すの相手を殺すって明確な意思があるっていう、レバーを前に入れるってことは相手を殺すっていう行動だから、行動だからブロッキングはあくまでも相手を殺すために存在するっていう風な作りになってる。なのでたまたまガード入れたらジャストガードして勝ったっていう風な、そういったあの偶然勝ったっていう部分を極力なくしたゲームになってるんだよね。まあ、のゲームとスピードと技の性能から言ったらもう偶然勝つようにしか見えないゲームなんだけど、その偶然勝つようにしか見えないゲームだからこそ、あのちゃんとそのコアの部分ではちゃんとあのこういった特殊ガードに関してはその偶然起きるものじゃなくてちゃんと狙わないと発生しないよっていうのを作りにしてるっていう点で、あえてそのレバーを前に入れるブロッキング式を採用したのがすごいなと、うん、ただ結局のところで言うと、作者は簡単に作る格闘ゲームを簡単にしようっていう考えで作ってるわけじゃなくて、このゲームソフトに合わせた、ゲームシステムを設計する流れで、コマンドっていうのが、ゲームソフトに対してそぐわないもんだから外したって作りにしてるっていう部分が、だから結構そのコマンド技がない、コマンド入力がない格闘ゲームっていう風な、くくりで見てしまうと、まあ、これまでいくつかその、まあ、ブレイブルーにしてもそうだし、アルカナにしてもそうだし、あとはその、P4U か、にしてもそうなんだけど、あるにはあるんだけど、あくまでもそれは、ボタン、コマンド入力できない人に向けての格闘ゲーム、いや、コマンド入力できない人が同じ土俵に立つためのシステム、簡略であって、キャンタツのようにゲーム速度なりその明確なそのバトルコンセプト、このブロッキングに関してもこのバトルコンセプトのボタンを押したやつが強いっていうボタンを押すのを我慢したやつが勝つなり、ボタンを押したやつが勝つっていう、勝つ部分が全てのボタンに集約されてるってゲームだからこそ、そのたまたま出たっていう幸運要素を極力減らしてるっていう設計になってるっていうものになってるのは、なかなかこれは結構気をつけないと忘れがちになっちゃうんだけど、システム的に言ったら絶対にジャストディフェンスの方が簡単だから、簡単だし偶然発生するし、失敗しても安全だからってことあるんだけど、ゲームを簡単に作ろうとしないっていう部分がすごいなと、うん、格闘ゲームってすぐその難しいジャンルなりハードコアのジャンルって形でとらわれ、考えられる部分があって、まああるからこそ、難しいゲームジャンルっていう、ハードコアなゲームジャンルっていう風に、見られてるからこそ、まあ、できるだけ簡単に作ろうっていう風な形に入るんだけど、その形だけの簡単じゃなくて、どこまで簡単に、あまり簡単にしすぎて、お客さん、プレイヤーを子供扱いするわけに、するのもどうかなっていう形でちゃんと割り切ってる部分が、あるっていうか、まあ、まあ、あの速度で中段ガス飛んできて、来たりもクソみたいな必殺技を延々とぶつけるっていう風な、もう対処できひんやつこれだけで死ねっていう風なのが普通にまかり通りゲームであるんだけどね。だからこそボタンを押して勝つっていう部分に、幸運要素入れてないっていう部分が面白いなと僕は思ってる。うん。ボタンを押すのが楽しいゲームっていう形かな。もともと、ジャストディフェンスとジャストガードも全然そのコンセプトとしては結構違うものになってくるからね、うん、ジャストディフェンスの場合だったらジャストディフェンスガードキャンセルっていう形、まあ、当時はまだそのジャストディフェンスなりガードキャンセルに関してある程度甘なんか優しく見られてた部分があったので、ガローマーク・ザ・ウルフのジャストディフェンスに関してはあれでなんてバランスは取れてるかどうかって結構難しいな。もちろんそのガトーみたいな形でバランス、いやほんとジャストディフェンスバランス取れてるわって言いながら相手ぶっ殺せるキャラクター見たら、なかなかそのフリーマン的な形のキャラクターもいたりして、うん、フリーマンは言い過ぎか。ただガローマークゾウルに関してはジャストディフェンスを前提とした、コミュニティがもうすでに成立してるから、それで成立、成り立ってる部分はあると思う。で、ガードキャンセルじゃなくて、ジャストディフェンス後のガードキャンセル必殺技の出し出すなり動向で、意図せずしてそのキャラ差が生まれてしまったっていう形のその部分もある。に対して、ギルティギアの場合は、
ギリティギアのジャストガードの場合は、技全体的にジャストガードしないと、一方的に攻めれるっていう、その、ガードは確かにできるけど、ジャストガードしないと、相手のそのターンが終わらないっていうゲームの作りにしてるからこそ、ジャストガードを狙って、まあ、五分なり、自分が有利っていう状況を作らないと一生勝てないゲームにしてるので、ジャストガードを狙うっていう工程が発生する。ので、もしガードして自分の方が有利なり、まあ、五分だったとしたら、ジャストガードぶっちゃけいらないからね。技ガードさせて有利の状況はずっと続くからこそジャストガードで、やっていかなくちゃいけなくて、それによって、言ったら、格闘ゲームって基本的にガードが強いゲームではあるので、特に空中ガードもついてるゲームが、空中ガードもついちゃったら、かなりガードで防げてしまうっていう部分があるからこそ、ジャストガードという形で、間違った、技ガードした後有利状況が続くということにして、ガードの、性能を弱くした上で、さらにジャストガードを狙わせることによって、攻撃する側がジャストガードを潰しを、狙えるようにした。言ったらそのガードしてしまったら安全っていう部分を潰すために、ジャストガードと、そして、ガードさせた、攻撃した側が有利っていう風なゲーム設計にしてるってところで、ジャストディフェンスとジャストガードっていうのが全然バトルプランとしては違うものになってんのよね。何の話したって、ちゃうわ。待って、ブロッキングの話や。なので、ここで、ジャストガードを採用せず、あえて、ブロッキングを採用したって部分が、その、ちゃんと、バトルコンセプトに基づいて作られたゲームなんだな、っていうのを、つくづくと、感じさせられる。うん、多分、格闘ゲームやってる人が多分、キャント2をやると、その辺で多分、なんていうか、あ、ちゃんと考えて作ってるんだっていう風に、感じられると思う。もちろん、格闘ゲーム、やってない人からすれば、波動拳コマンドがないっていう形だから、もうボタンを押してるだけで強い技が出るっていう風な簡単作りになってるんで、アクションゲームとほとんど同じノリで、まあ、ロックマンぐらいでやってるんだったら別に、キャンダツ全然できるよっていう、形で、まあ、敷居が下がったかどうかって難しいよな。敷居は、これ難しいよね。敷居下げるって言っても全方位に敷居下げるってまず無理だからね、格闘ゲームって言うと。コマンド入力なかったら敷居下がるのかって言って、このゲームのその数々のクソ技から考えて敷居が下がってるととても思えないからね。そもそもその格闘ゲームのそのシステムの話で言っても、まあ、ギルティで言えば例えばブリッツっていうシステムがあるんだけど、あれは相手の攻撃を、相手が絶対にこの攻撃してくるっていう時に確実に返す手段があるっていう点では言うと優しい、まあ、確かにその同時押しが難しいっていうのだったらまあ仕方ないけど、まあ、そして攻められてる側としてなんで相手最後にそのすかしなんか最後っぺ食らって死ななくちゃいけないんだよっていう風な不満はあるかもしれないけど、特定の状況に対して答えがあるっていうことも優しいって言ったら、その優しいとは思う。うん。それでゲーム全体のいったその特殊能力入力なり、基本システムが増えたとしても、特定の状況に対してちゃんと答えがあるっていう部分は、それは、優しさの一つだと思うよ。で、ストリートファイター2、まあ、スパツ X なんかで言うと割とその削りが結構でかいゲームだから、積み状況ってのは発生するんだけど、それに対して積み状況を防いだのがサードのブロッキングだし、サードのブロッキングの その前に入れるっていう行為がやっぱその難しいし危険っていう部分で言うと4のセービングになったわけ でもちろんそのセービングもいろいろとセービング込みで、まあ、セビ滅なりとりあえず基盤でセビっとけばいいんだろうみたいな感じの、防御側が一方的に強くなったってシステムがあるから、その辺に関してゲージの使用量を増やしたりっていう形で、セービングそのものを調整取られてきた。言ったらそれは言ったら防御側が強すぎるから、攻撃側に優しくしたっていうのは言ったらできるね。で、スト4を含め、まあサードにしてもそうなんだけど、いろいろと複合入力なり投げ仕込み関係の入力がたくさんあったんだけど、その辺をまとめて潰した
のが、まあ、ストリートファイター5だし、ストリートファイター5って言うと昇竜拳持ってるキャラクターは一方的にあの連携なりごちゃった時に、一方的に強いカードを切れるっていうことで昇竜拳無敵なくしたっていう部分で言えば、昇竜拳の無敵持ってないキャラクターに対して優しくなってるってわけだから、もうどこを持って初心者向けにするかっていうのは、全部の敷居を避けて初心者向けにするってまず無理ないよね。ストリートファイター2以降 の、 そのシリーズ一通り見ても、やっぱその前のシリーズのしんどかった部分なり辛かった部分なりをいろいろ と、 新システムなりを入れることによって、敷居を下げようという形で努力してるので、で敷居を下げた結果の初心者に優しいのかなとは当時思いました、思いました、僕はそれを思いました、強く思いました。あの基盤で攻めて爆接したら、それで初心者基盤で攻めて初心あの爆接すれば解決できるっていう点で言えば、そのコマンドだけ練習すればなんとかなるっていう点では初心者に優しいのかもしれませんけど、まあ攻めてる側としては死ねとしか思いませんけどね。でそうしたストリートファイター5なんかにと昇竜拳がないっていうことで、もう地上で延々ともう一生なんかフラフラしてるだけっていうゲームで、ダメージ単価も低いっていう部分に言ったら、逆にそうなるとストリートファイスパッツ、スパッツ X の方が勝ち筋がちゃんと明確になってるっていう点で分かりやすいゲーム、勝ちやすいゲームだし優しいゲームって言えますよね。なんか一周回ったなこれで。というわけで全方位に対して敷居を下げるっていうのはまず無理っていうのと、あとシステムを減らせば減らすほどシンプルになるかってそうでもないっていう、まあ、先ほど言った、まあ、ブリッツ、特にそのユリティで言うとブリッツは結構その苦い思いっていうか、あの死ねと思った人たくさんいるかもしれないけど、あれはあれであいつがあるからこそ何とかなるっていう。であとその初心者向け、あとあからさまに初心者向けのシステムを作るとヴァンパイア の、 そのオートガードみたいになっちゃうので、初心者が強くするシステムは上級者使った方が強いじゃんっていうのはもう当時からずっと言われてたことだけど、そうしたあからさまにその初心者を子供扱いするっていうのも、あのシステムとしても あからさまにその初心者を子供扱いするっていうのもやっぱ問題がある。なのでまあ、それに初心者って言ってもそのジャンルのゲームやってないっていうだけであって、他のジャンルのゲームやってるんだったら他のジャンルのゲームノウハウを活かせるようなゲームシステムにした方が強いじゃんって話でさ、そうなると言ったら格闘ゲームだけにしかない、コマンドを取り除いたことで、キャンダー2に関してはその他 の、 その普通 の、 その格闘ゲーム以外 の、 そのジャンル、まあ、アクションゲームにしてもそうだし FPS にしてもでもそうだし、他のジャンルの、ゲームのプレイフィール、他のジャンルのゲームに慣れてる人がプレイしやすいゲームになってるとは思う。でその上で、まあ、やっぱコマミスっていうのは格闘ゲーム の、 その大きな魅力の一つではあるんだけど、そのコマミスっていう部分をなくした代わりに、どこでその人間としての儚さ、まああの肝心な部分でコマンドミスが発生するっていう、そういった勝負の見どころをゲーム速度を速くすることによって、ゲームシステムを速くするっていうことで、you
ごめん、またあれだ、ゲーム速度がちょっと速すぎて喋るのは止まってしまった。そうだ、このゲームゲーム速度はすごい速くすごい集中するんだよな。だけど一概にそのまあ格闘ゲームのその大きな魅力の一つであるそのコマンドが、なくなったとしても格闘ゲームのフィーリングっていうのは残せるっていうのを示したのはキャンタツの魅力かなと思ってます。こういうまとめ方でよかったのかな。まああとやっぱあんまりそうだ初心者何の話しようとしてる、初心者の話をしようとしてんだけどうまいこといかなかったな。簡単にその そう、まずちょっと問題を整理しよう。キャンタツはそのコマンド技をなくすという目的で作ったんじゃなくて、このゲーム速度に合わせて不要となったコマンド入力、必殺技のコマンド入力なくしたっていう形で考えた方がスッキリするかなと思う。うん、その簡単なゲームを作ろうとして、コマンド技をなくして、その代わりにゲーム速度を調整したっていうといびつな、流れじゃなくて、その他の格闘ゲームにない、スピードで遊べる、どちらかというと割との派手に動き回る、アクションゲームに近い、そうだ、その、のっぺりとジャンプして相手に落とされてるの待ってるっていう感じの格闘ゲームじゃなくて、どちらかというともっともっとスピードの速い、アクションゲーム、スタイリッシュアクションゲームの方に近いかな、そうなると、うん、あの空中でいくつも敵を拾い直せるっていうタイプの、ベルトスクロールのアクションゲームとか、あとあとガーディアンヒーローズとかああいう感じに近いのかな、うん、ガーヒーもそういえば、あれだ、必殺技コマンドあるにはあるんだけど、別にボタン一つで必殺技出るからね、あのゲームも。そっちのフィーリングで作って、そしてその不要になったコマンド入力をなくしたっていう風になってるっていうところと、あとあの、技全体的に強いです。で、技全体的に強いっていう、そのボタンを押したら勝つっていう風な、ボタンを押して勝つっていう明確なバトルコンセプトのもとに、言ったら、その幸運で、勝てるっていうわけじゃなくて、たまたまガードしたらジャストガードが発生して そして勝ったっていうのは作りじゃなくて、ちゃんと狙わなくちゃ、ブロッキングが発生しないっていう作りにすることによってボタンを押して勝つっていう部分に不安定要素をなくしたっていう部分の、バトルコンセプトがあるっていう点で、あとまあゲーム全体 そのアートワークなりに関しては結構その味がある、僕は結構好きですっていう感じです。ここは人は選ぶとは思うけど僕は好きです。あとあの全体的にあのなんかストリートファイターシリーズのオマージュが結構多かったりもしたりね、この地球がぐるぐる回ったりするあの地球5の部分もそうだし、あとはこのキャラセンの BGM もそうだよね。これもなんかサードのパロディになってるし。からボイトかアズマケイティアズマデカどっちかわかんねえ、マスクのミシェル刀カンタマサウコリでみんなヤバいやつの全員勢ぞろいで、この個性ぞろいのキャラクターチュープぞろい、あとキャラクターもいくつかこのキャンタとギャンタなりですね、アズマデカとアズマロボとかあとはミシェルとマスクのミシェルとかっていう形で結構パロディっていうかあのストリートファイターシリーズのパロディが多いっていう部分もと思ったら、なんか初代キャンタのなんか優勝者が背景にいたりとかいう風な形のこのおっさん誰っていう風に聞いて、がこの前の犬年最強決定戦で初めて確か明かされたんだったかな。あ、ちょっと。だ。
弾が強いという風な感じのゲームになってます。まあ機会があります、まあ、できれば、無料なんで1回は触ってもらえたらなっていう風な感じの心地よい格闘ゲームの方があってますし、単純に強い技振りますすげえ楽しいっていうゲームになってるし、あと空中でヒットした相手に関して追い打ち入れるって部分に関してはかなり、まあ、このゲーム速度も相ましてかなり難しい分やりがいがある、格闘ゲームの方があってますので、できれば、一度はプレイしていただければ、嬉しいと思うのでございます。それでは最後にエンディング一通り流して、ゲームの録画を終了しましょうちょっとあれだな、ゲーム速度が速すぎるとなんか喋るのが詰まるな普段はどちらかというともっとゆったりとしたゲームがやってることが多いんですけど、なんかストラテジーやっててずっと黙ってしまうっていうのは確かにその思考速度をすごい上げてるからそれで黙ってしまうことはあるんだけど、キャンタスに関して単純にゲーム速度が速すぎてそれに集中してしまうから喋ることがどうしようもなくなってしまうただまあアートワークなりどうこうに関してすごい味のあるっていうゲームなんだけど、決して乱暴に作ったゲームじゃないっていうのだけでも、理解していただければ、ちゃんとキャンタツはキャンタツで自身の面白さを作ってる人がちゃんとバトルプランとして、見越した上で作ってるゲームっていうのだけ思っていただければ、そして興味を持っていただければ、ぜひともキャンタツープレイしてみてくださいな。よろしくお願いします。